こんにちは、ひまひよです。今日は少ない材料でレンジで簡単時短で作れるおやつを3つ紹介します。1つ目はウルトラ豆乳わらび餅。なんと材料3つでわらび餅が作れちゃいます。混ぜてレンジでチンするだけ。それでは行ってみよう。豆乳に砂糖を入れて混ぜます。より低糖質にする場合はラカントがおすすめ。レンジで加熱ゴーゴー。豆乳が熱々になったら水溶き片栗粉を入れて素早く混ぜます。レンジで加熱ゴーゴー。取り出したらよく混ぜます。熱いうちは生地が緩いですが、冷めるとちょうど良い硬さになりますよ。保存容器にきな粉を入れます。スプーンですくって入れてね。シャカシャカ振ってきな粉をたっぷりまぶします。黒蜜をとろーりかけたらプルトロバルピ餅の完成。うん、この食感たまらん。優しい甘さでいくらでも食べられちゃう。ダイエット中の方にもおすすめですよ。2つ目はサクサク止まらんシュガーラスク。これでおやつ作って。食パン1枚だけ。じゃあバターと砂糖を足してラスクにしよっか。おお、いいね。食パンを1センチ角に切ります。バターをレンジで加熱ゴーゴー。食パンを入れて混ぜます。レンジで1分加熱したら取り出して混ぜるを2回繰り返します。3回目は30秒から40秒加熱します。一気に加熱すると焦げるので3回に分けてね。すぐ砂糖を入れてよく混ぜたらサクサクレンチンシュガーラスクの完成。はい、どうぞ。おいしそう。いただきます。わー、サクサクじゃん。お、耳はカリッとしてるね。食パン1枚で満足満足。3つ目はレンジで1分超簡単濃厚とろける生チョコタルト。それでは行ってみよう。ビスケットを袋の上から砕いて器に入れます。牛乳を入れて混ぜたらココットに敷き詰めておきます。チョコレートを割り入れて牛乳を入れたらレンジで加熱ゴーゴー。滑らかになってツヤが出てくるまでよく混ぜます。お好みで洋酒を入れるのもおすすめ。ココットに流し入れて冷蔵庫で冷やします。お好みでココアパウダーを振りかけたら完成。うわー、口の中でとろける。口どけ最高。チョコ好きさんはぜひ試してみてね。この動画が良かったなって思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録で応援してね。それではバイバーイ。